天守山地の竜が竹から望む日の出地のダイヤモンド、富士の時系列画像東京から見た日没地のダイヤモンド、富士ダイヤモンド富士は富士山の山頂部と太陽が重なって生じる光学現象である。月が重なるパール富士とはタイにして扱われる。回帰日食の際のダイヤモンドリングになぞらえ、太陽がダイヤモンドのように美しく見えるためこう呼ばれている。いつ どこでも見られるわけでなく、富士山頂から西側の南北35度以内の範囲では、日の出の時、東側の南北35度以内の範囲では、日没時に年2回、気象などの条件が揃った時にだけ見られる光景である。陸上でこの光景が見られる北限は、富士山から北東に約191キロ離れた茨城県鉾田市の海岸付近である。山梨県、 山中湖や静岡県狸湖ではダイヤモンド富士が見られる時期には多くのカメラマンがその光景を撮影している。東京都心から近く数多くの登山者が訪れる高尾山でも当時前後の数日間美しいダイヤモンド富士を見ることができる。なお、湖面などにダイヤモンド富士が映って二つ見える場合はダブルダイヤと呼ばれている。リヒトホーフェン日本滞在記ページに 太陽が富士山の河口へ沈むのを見たとき、私は最近これほど美しく、同時に独特な印象を受けたことがなかった。という記載がある。2006年の映画、シュガースパイス風ミゼッカでは、ダイヤモンド富士を見ると願いが叶うと紹介されている。ありがとうございます。